こんにちは。シュアーズの佐野さんのアシスタントを務めている石原です。今日は実体験で語る仕事に行きたくない時に私が選んだ一つの道が〇〇だった話についてお話しします。こんにちは。パソコン1台だけで仕事をする佐野です。この記事を読んでいるあなたはひょっとして明日仕事に行きたくない、または満員電車や通勤が苦痛で仕事に行きたくないなんてことを考えているかもしれません。実は私もサラリーマン時代は同じ気持ちで、実際に仕事に行きたくないなぁなんて日が結構ありました。私は元 SE としてある程度会社に貢献して仕事そのものは嫌いでなく楽しかった方ですが、日によっては仕事行きたくないなんて思ったもの、鬱とまではいかなかったものの鬱の一歩手前くらいまで追い込まれていたこともありました。でも世の中には鬱で悩んでいる方はとても多くて、ニュースでも社会問題として報じられていました。自分は大丈夫と思い込まず、念のため一度見ておくと、もしもの時の参考になるかもしれません。今回はそこで実際に仕事を辞めた私の実体験をもとに、仕事に行きたくない時の対処法や考え方をお伝えできればと思っています。仕事に行きたくないと思った時にふと考えていた3つのこと。1、仕事に行きたくない理由を深く考えてみた。物事には必ず結果と原因があると思うのですが、自分はどうして仕事に行きたくないかを考えてみたわけです。すると以下のようなことが挙げられました。満員電車等の通勤ストレス、残業等の拘束時間が長く自由がない、対人関係の微妙なストレス、膵臓が痛み始めた。私の場合は主にこの4つでしたが、実際のところ膵臓が痛み始めた時はちょっと無理して仕事をしているのかな、ストレスが溜まってきているのかななんてことを考えざるを得ませんでした。そう、つまりはストレスこそ仕事に行きたくない最大の原因だったわけです。十分な休みを取ると仕事が楽しい日もありましたし、ストレスとの付き合い方こそすごく大事なんだなと当時は考えていたものです。私はもともと理系大学卒だったこともあり、この原因については常に考えていましたね。最近では社員のストレス問題が会社としても認知され始めて、どうやってストレスを解消していくか真剣に考えている企業も出てきました。一つの例をご紹介するので興味があれば見てみてください。2、学生時代は旅行にたくさん行けたのに自由が欲しい。私が学生時代に10カ国以上は旅行ができて家族と旅行を楽しむほどでしたが、社会人になるとあまり行けずに自由のなさ、精神的に拘束される労働環境に常に疑問を感じていました。仕事は普通に楽しかったし、そこそこの給料ももらっていた私でしたが、この会社の縛りに対してどうにか解消できないものかと考える日々が続きます。もしかして最近仕事に行きたくないあなたも当時の私と同じように考えていませんでしたか？もし私の体験に少しでも共感できるようでしたら、ぜひ今回の記事はこのまま読み進めてほしいです。3、パソコン1台を仕事として稼ぐことはできないかな。 SE としてキャリアを積み、仕事もそこそこ実績を出し始めてから思うようになったのは、キャリアを生かして通勤せずパソコン1台で稼ぐことができないかということでした。仕事にマジで行きたくない、この気持ちを 100% 尊重してみたわけです。というか仕事にあまり行きたくないなと思い始めたある日から、私はパソコン1台で仕事をしている自由業の方と接触する時間を少しずつ増やしていたんですね。実際にパソコンは不得意ではなかったし、もともと活かせればなぁなんてことを頻繁に考えていたわけです。当時の私はその自由業の先輩を羨望の眼差しで見ていて、パソコン1台で稼ぐことで家から半歩も出ずに収入が上がれば会社に縛られることはないですし、こんなにストレスフリーなことはないと率直に思っていたことを思い出します。
仕事に行きたくない私が実際に選んだ一つの仕事とは、多分パソコン一台でできる仕事はたくさんあると思います。例えばアフィリエイト、海外のドロップシッピング、株式投資、スキルがあればフリーランサー、最近流行りの YouTuber などなど、いろいろある中で私が選んだのはズバリ最も再現性が高いと言われるセドリでした。近年はメルカリの台頭で転売セドリブームだと思うし、実際に成功者続出のニュースや情報が結構流れていたので、成功確率の高いセドリを選んでみたわけです。実際私がお会いしたその自由業の先輩もセドリをしていましたし、その人から指導を受け今に至っています。仕事に行きたくないという気持ちが高まっていたので、セドリで行けるのであれば行くしかない、そんな気持ちでいっぱいでしたね。仕事に行かずに実際どれくらい稼ぐことができたか、仕事に行きたくない気持ちが爆発的なエネルギーを生み、私はセドリに没頭します。しかも私がやったことはネット完結のセドリで、これを電脳セドリというのですが、これがもろに私にはまりました。ご覧ください。単月で870万の売り上げを叩き出すことにも成功し、月収もサラリーマン時代の5倍以上までになりました。もちろんコンビニとか必需品の買い物等には行きますが、会社や仕事に行くことはなく、家からほとんど出ずにこの数字を出しています。サラリーマン時代と比較して気づいたこと、不思議なもので収入が上がってくると、仕事に行きたくないとか仕事をしたくないといったネガティブな感情が激減したことに気づきます。つまりこれはストレスがある程度減ったわけで、数字が上がる楽しさがそうさせてくれたのかもしれません。だってサラリーマン時代の5倍以上の収入ですからね。当時よりさらに貯金もできるようになりましたし、まさにハイな状態。まさ平日にタイやシンガポール、ハワイなど海外旅行にフラッと行けるようにもなりました。まさに電脳セドリのおかげで人生を変えてもらえたのです。ただし今こうやって私が仕事へ行かずにパソコン1台で稼ぐことができているのは、会社員時代にキャリアを積んだおかげでもあります。会社員時代はとにかく効率的かつ合理的に仕事をしていましたし、仕事になんて行きたくないといった弱い心を凌駕するど根性もありました。今まで培ったものは決して間違いではなく、会社員時代にお世話になった先輩や環境にも深く感謝しております。では仕事に行きたくない、もう辞めると思っている場合、何からすればよいか。重要な3ステップ。ステップ1、内観。仕事に行きたくないのか辞めたいのか内観してみる。内観とは自分の心や本音を見つめてみるということです。実際に仕事に行きたくないと思っている人でも、仕事はまだ辞めることはしたくないと考えている場合もあります。自分の本音はどっちなのか、自分と対話することからしてみましょう。そこでもしまだ仕事を続けたいと思うなら、休暇を思い切って取ることが重要です。仕事に行きたくないと思っているけど仕事は辞めたくない、このような感情がある場合、あなたは確実にストレスが溜まっている時です。だからこそ有給を取るなりして休むことが大事ですし、しっかり仕事をこなしていれば休みが取りにくいなんてこともそんなにないでしょう。その一方で仕事に行きたくない、もう辞めると思っているのであれば、次のステップ2に進んでみてください。ステップ2、リサーチ。転職は考えずにパソコン1台でできる仕事を探す。仮に仕事を辞めて転職したとしても、結局あなたは同じスパイラルに陥ることは見え見えだと思います。会社に拘束されるだけですし、生活のためだけに会社員をするようなもの、選択肢は転職だけではないですよね。あなたがステップ2でやることはリサーチです。世の中にはたくさんの仕事があるわけですから、いろいろな人に接触したり、セミナーに参加したり、とにかく調べまくりましょう。すると必ず興味が湧いてくるものがありますので、その情報をとにかく集めるようにしてください。
ここではいいものが見つかるとすぐに飛びついてしまう人がいますが、そうでなく、できる限り情報を集めてみるようにしましょうね。ステップ3、PD。事業計画と実行。仕事に行きたくないと思うあなたは、おそらくカフェや自宅でパソコン1台の仕事を選ぶと思いますが、だいたい目星がついたら PD を忘れないでほしいと思っています。PD とは PDCA の最初2つを取ったものですが、P、プランニング、計画、D、段、遂行です。初心者の方はどうしてもいきなり段をしがちなので、しっかりと計画するようにしてから、計画からするようにしてください。会社員やサラリーマンの方は事業計画なんてしたことないと思いますが、この計画をしないと失敗する確率が高くなることは間違いありません。ちなみに計画をするときにチェックするべきことは以下の3つのいくらです。1、事業資金はいくらか。2、見込みの売上と収入はいくらか。3、見込み支出と経費はいくらか。この3つをある程度予想しながら試算をしていくと良いでしょう。この試算においては、税理士さんに相談するとすぐに数字を出してくれて一気に臨場感が湧いてきます。固定費や変動費、いろいろ計算してくれるので非常に助かりますよ。計画してみてわかることがたくさんある。仕事へ行きたくないと思っていて、何かパソコン1台でできる仕事はないかなと考えてみて計画もしてみる。が、しかし、自分にはできない、自信がない、なんて思う人がたくさんいます。もし断念したくなり、八方塞がりな状態になったら、一度仕事を休んでゆっくりしましょう。パソコン1台の仕事をリサーチして計画するって、それだけでもストレスたまりますからね。あとは副業として始める準備をするのが一番です。仕事に行きたくないと思っていたとしても、いきなり仕事を辞めるのはリスクがありますからね。副業なら少し気が楽になるのではないでしょうか。もしパソコン、手取り早くパソコン1台で稼ぐなら、最後となりますが、もしあなたが仕事に行きたくないと思っていて、自宅やカフェで収入だけでなく自由な時間を得たいと思うのであれば、せどりはせどりでもネットオンリーのせどり、電脳せどりに挑戦することをお勧めしておきます。これはどうしてかというと、アフィリエイトや株に比べるととても簡単でメルカリがある今、高校生や大学生でもせどりはやっているからです。アフィリエイトも資金が少ない状態からスタートできるし、これもおすすめですが、収益に結びつくまで結構時間がかかるのと、セールスのライティングやブログをいじれるスキルが必要なのが微妙です。スキルがあれば最高のビジネスでもあります。最初、メルカリの転売から始めるにしても、コンビニで配送手続きをする必要がありますが、これはしばらく我慢する感じで、慣れてきたら私がやっている Amazon の販売をしてみても良いでしょう。Amazon の販売は納品と梱包を Amazon が代行してくれるサービスがあるので、佐野のように自宅から一歩も出ず仕事へ行かないで月100万円以上収入を得ることが可能です。Amazon の転売の具体的なやり方をこちらの記事にまとめたので、合わせて読んでみてください。もし資金面で転売を始めるのに不安があるなら、融資を受けるのがおすすめです。せどりで融資を受けられるの?と思うかもしれませんが、せどりは立派なビジネスですので、受けられるんですよ。具体的な融資の受け方や裏技融資方法をこちらの記事に書いたので、気になるあなたは読んでみてください。まとめ。今回は最後に提案までしてしまい恐縮ですが、まずは写真のように仕事に行きたくないと思ったら仕事を休み、ストレス解消するようにしてください。するとまた仕事に復帰できるし、いろいろな選択肢を持つ心の余裕も得られるはず。あと、休んでいる時に暇ならメルカリとかいじってみてください。今や高校生や大学生がメルカリでアルバイト代を稼ぐ時代なので、余裕があれば気にかけてみるのも良いかもしれませんね。
メルカリで実際に私が稼いだ方法をお伝えするので、興味があればこちらの記事をご確認ください。これを機に背取りにも興味を持ってくれると嬉しく思います。メルマガではさらに役立つ情報を配信しているので、よろしければご登録ください。今日は以上です。またさらに詳しい情報をシュアーズ佐野の公式 LINE アット限定で配信しています。 LINE に登録していただいた方には、今だけ期間限定で無料でもわかるお手から商品リスト20選もプレゼントしています。ぜひ LINE にご登録くださいね。